海7回タイガーキャット飛行する海7回から逃げぬ海7回タイガーキャットはアメリカのグラマン社が開発しアメリカ海軍が第二次世界大戦末期から戦後にかけて運用した総発艦上戦闘機。愛称のタイガーキャットはジャガー猫の胃。グラマン社が不採用に終わった XF5 回スカイロケットの開発経験を活かして開発した 航空市場でも極めて珍しい正式採用されたレシプロ総発艦上戦闘機となった。アメリカ海軍は日本との戦争を睨んで建造計画を進めていた大型航空母艦に搭載する総発艦上戦闘機の開発をグラマン社に依頼した。グラマン社は以前に試作総発艦上戦闘機 XF5 回を開発、試作しており、 採用こそされなかったものの大きな技術の蓄積を得ており、この計画には最適であるとされた。総発の大型戦闘機であり、制空任務のみならず地上攻撃任務や対艦攻撃任務も視野に入れられており、可能であれば来撃能力を持つことが要求されていた。重力配置の機体に首輪式の膠着装置を持ち、空母上での運用を考慮して、最優秀力は髪型に、 折りたたみが可能である。武装は1 2 7ミリメートル機関銃4門を、機種に 20mm 機関砲4門を主翼に装備している。開発当時の艦上機としては、かなりの大型機だが、2100馬力のエンジンに機により、機動性は高く、第7回から1で、最大速度は時速7 3 2キロメートル、上昇率分速 1320m メート以にも達する。 1941年6月に原型機2機の開発契約が結ばれ、社内名称 G-51 として開発が開始されたが、太平洋戦争が勃発したため初飛行前にまず、海兵隊向けとして500機が発注され、海7回から1の正式番号が与えられた。試作機は1943年11月2日に、初飛行したが、海軍は、 グラマン社にまず下位4回、下位6回の両艦上戦闘機と TBF 艦上攻撃機の生産を優先するよう通達したため、下位7回の生産は後回しとされた。その結果、第二次世界大戦中に若干数が収益したものの、実戦を経験することなく、終戦を迎えた。生産契約は250機で打ち切られたが、生産そのものは、 戦後の1946年11月まで続けられ、各種の派生型と改良型も開発されて、朝鮮戦争に投入され、夜間戦闘機として、また戦術偵察機として活躍した。第7回は、重量課題と着陸速度が速すぎることが問題とされ、昼間戦闘機型は陸上基地での海兵隊により運用され、航空母艦で運用されたのは、 夜間戦闘機型に限られた。1950年代に入ると急速に退役が進み、多くの機体が民間に払い下げられ、森林火災消防機に改造されて運用された。海7階から 3N3 面図解説は、航空ファンイラストレーテッドナンバー73第二次大戦毎回軍機前集、グラマン海7階タイガーキャットより、アメリカ陸軍は、 XP-50 の開発が失敗に終わった時点でグラマン社が XF5 回に続いて開発に着手していた試作総発艦上戦闘機を陸上型としたものに XP-65 の名称を与え2機の試作発注を行った事実上同一の機体が陸海軍双方から発注された形になったが双方の使用には多分に異なる箇所があり 同一の機体で両方の要求を満たすことは困難で、あることから、どちらかの開発を優先させなければ、開発計画が大幅に遅延する可能性が生じた。海軍の X 界7回に対する発注は、陸軍よりも1ヶ月遅れていたため、このままでは、X 界7回よりも XP-65 の開発が優先されかねないと懸念した海軍は、陸軍上総部に対して、 XP-65 の開発計画をキャンセルするよう要求した。陸軍でもこのまま海軍仕様と並立したままでの機体の開発は計画の遅延を招くだけと判断し、海軍の要求を受け入れ XP-65 の開発計画を1941年にキャンセルした。ありがとうございます。